ここは財団が管理する SCP 収容所。 SCP とは自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象を意味する。とりあえずこの施設にはやべえ存在とみなされた生物などが秘密に保護されている。そして俺はここの D クラス職員で、もともと試験員だった男だ。ここでの仕事内容は非常に危ないことだらけ。いつ死ぬかわからない。仲いい D 職員ぶちごも。そうね、一緒に。で、まあ、カメラつけて中の映像を見るって感じにしよう。中までは入らんとこ、俺らは。ちょっと危ない。ほんまに。あ、そこだ。呼ぼう。え、まだ大丈夫じゃん。まだ大丈夫そう。まだ大丈夫そう。あん中ちゃう？危ないの。あ、まあ、こん中でね。こんな、あー、入っちゃダメだよ。ん？一人で入っちゃダメだよ。オッケーオッケー。これ、あ、多分、外側見るのも一人じゃ気狂っちゃうから。あ、おかしい、おかしい、オッケーオッケーオッケー。手繋いでも手繋いで。あー、くっさ！あ、来た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 。よし。どうする？じゃあ、ちょっと D 職員とりあえず呼んでこよう。そうだね。じゃあ、とりあえずちょっと3人出したから、1人前のやつに投げて。あ、いた、逃げた。いた！あ、あ、お前！反抗的やぞ！ちょ、今喧嘩してる場合じゃないって。とりあえず、まあ、モニターはそのシズに押してるそいつにつけたから、そいつぶち込もう。ああ。あ、オッケーオッケー。どいてくれた。あとこのガングロのやつ。溶けて、ちょ、押し込め。危なそう。危なそうやな。じゃあ、ちょ、押し込め、押し込め。この狭間か。オッケーオッケー、いける。よしよし。わかんない、こいつ入んねえぞ。よし、何回も試行錯誤した結果、これで決まった。やっと行き着いた。もうこれ、もうピストンで無理やり離してあいつを突き落とす。カメラ設置オン。オーケー、お前はもうダメだぜ。その前に、ちょっと、中の部屋の観察をしとく。中には、ちょっといろいろこういう感じで置いてある感じだね。なんか物があるね。オーケー？マンションみたいな感じだね。行く。任した。行くんだ。行きます。はい。5、4、3、2、1、5。来た！お、やばい、苦しんでる。苦しんでる。身動きない。特に。苦しんでます。と、中どんな感じ？中はね、もう、今のどんな感じだった？いや、なんかね、椅子増えてる気する。中の。椅子が増えてる。だってさっきなかったくね、ここ。ここ、なんかなかった気するんやけど。なんか音が聞こえる。バサバサ。あお、危っ！もう一人奥側で入れるか。いきます。よし、ちょっと方面的には俺の方面向いてるな。オッケー、こっち方面に入れたら何か見えるはず。いけ、いいよ。3、2、3つ、5。なんか見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あ、あ、入ってた、入ってた、入ってた。肉片に入っていってる。あ、なんかね、押し込まれていった、今。さっきはなんかね、特に何もなかったんけど、さっき押し込まれて、あ、また増えてる気するんやけど。やっぱこれ、死んだ人が、何？あ、増えてるね。増えてる。机が増えてる。ほら。机が増えてる。死んだ人が増える。多分、中入ると、中で死んだ人が、何？家具に変わってる。なんか触れ合ってないとダメらしいから、ね。あ、一回出よう、じゃあ。すいません。OK。はい。OK。OK。ここまで来て大丈夫でしょ。OK、OK。じゃあちょっとレポート、ここら辺で書いてくれ。まあ、最後に報告書をドクターに出さなきゃいけないから。ってことで、レポート終わったから、最後は、106の。106。多分ね、これ何やった？オブジェクトクラス。あ、ケテルだった気がする。あ、え、これ戻っていってる？あ、戻っている？ごめん。ケテルね。オッケー。
危険やね。こいつの情報で何かある？こいつの情報、確か、こいつは触れちゃいけない感じだった気がするね。触れちゃいけない、了解。触れちゃいけない、うん、マジか、そんなことできる。じゃあとりあえずそこまで案内する。月ぐらいじゃあ、なんかね、部屋的には暗そうやから懐中電灯をちょっと持ってきてくれたらありがたい。じゃあ、間違えた。ちょっと最後やね、ちょっと引き締めてちょっといいかな。死んでいた仲間の分も俺ら頑張らな。死んでいたというか、もう殺していった、殺すだけなんやけど。どこやろ、こっちか。ちょっと部屋が変わっててね、そこだけ。ちょっと変わった部屋とかあったか、これ。絶対これ。部屋？これ。ちょっとライトよろしく。まあ、モニターはもうちょっと使い物になってないから。お、受けないっす。暗いよね、結構。ちょっと受けしてよ。あ、暗いね。行こう行こう行こう。暗いね。いやーね、もう誰も近寄ってないらしいんよ、ここら辺。もう D クラス職員しか近寄ってないぐらいらしい。怖そう。やべえ。いけるか？ありがとう。大丈夫？そこ、中いる、中いる。いや、いや、まだや。まだ？うん、106、この奥かな。もうすでにえぐいな、うん、どうする。俺今ダイヤの剣持ってから戦ってこうかな。なんか絶対通り抜けることもできるらしいから。なるほど、マジか。ワンちゃんもう出てくる可能性は。いやでもどうやろう、一回開ける。あ、まだダイヤの、まだいけるわ。あ、まだいける。ここからか。できる、ま、できる、ま、できる。ま、できる？なんか大丈夫？これ部屋入っただけでも大丈夫？大丈夫かな？これ。これやな。完全にこれ。あー、これだね。どうする？どうする？どっちかが生きて。ちょっと待って。なんかおった。いる？うん。いるいるいる。なんかおった、おった。目合うねんけど。あ、こっちだけ閉めてる。大丈夫じゃん。赤変人だ、うまこと。危ない。でもこいつここから出れへんようになってるらしいわ。バイ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 バやばい、えぐいぞ、えぐいぞ。どうすんねん、どうすんねん。えぐい、来てる来てる来てる。えぐい、ちょ、逃げて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 。あ、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 逃げるよ逃げるよ逃げる。あ、とりあえず逃げる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 。とりあえずちょっとあの、あれや、上とちょっと連絡しないと。えぐいわ、これは。あの、連絡しよう。戻らなあかん。とりあえず戻んぞ。お前えぐいで、あれは。お前、お前あんなもん追い出したらお前やばいで。ここ終わるぞ、ほんまに。終わる終わる。ちょっとやべえぞ、ほんまに。え、マジで上からの命令で収容してこいって。えー、いやー、まあ確かに俺らかな。えぐい、ほ、さあれ、慣れてるやん。OK! よし、カメラ設置 OK! OK! カメラ設置 OK! 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 収容しに来たからな、ほんまに。来い！うまかさで、そこ、頼むで。ああ